ミゴー小林です。まだまだ寒い日が続いていますが、3月に入りまして急に暖かくなる日があったりとか、今日なんかはうちの千葉のハウスは霜が降りたりとか、ちょっとこう気温が上がったり下がったりと大変な時期になってきましたが、皆さんアガベ、サボテン、ユッカなどの管理はどうしていますでしょうか。ということで、この2月3月の気温の上がり下がりの不安定なある時期のアガベについてご紹介していきます。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、ここはアガベのハウスなんですが、お水をずっと冬の時期は切らしていたんですけれども、ちょっと急に2月暑くなる日があったりしてですね、でハウスの中、うちは暖房をつけていないので、ハウスのビニール1枚、そして中に小さいハウス、そしてさらに小さいハウスなんかを作っている場所もあって、中は三重になっているところもあるんですね。そうなると、外の気温が20度とかなると、この三重の中はもう40度、50度ぐらいになってきてしまって、障害が出てしまったものも結構あるんですね。この時期ですね、ドライガーデンでも養生していたりすると、その養生している中がものすごく暑くなってしまって、植物自体に高温障害があったりとか、葉が焼けてしまったりとかっていうことがあるんで、この今の時期は結構こう風を通してあげたりとか、ただ寒い時期もあるんで、またしっかり閉めておかなきゃいけないっていう、ちょっと難しい時期になってますね。そして私のアガベがどうなってしまったか、ちょっと見てもらいたいと思います。はい、お水をあげていなかったので葉っぱが全部立っちゃってますね。グッ、こんな感じで、これはこれでかっこいいんですけどね、やっぱり冬のこの時期はですね、葉っぱがギューッと立っちゃいますね。お水あげないと。そして例外です。これ寒さでやられちゃいましたね。レッドキャットなんかも寒さで、これはひどいですね。こんなになっちゃいます。これは寒さですね。お、ピコッキー、ピコッキー、これ未消しちゃったやつですね。いっぱいあります。お水あげないとこんな感じ、もう全部はもうキュッとなっちゃってますね。そしてこっちのサロモリなんかも色が悪いですね。カテナータももうすごいタケノコみたいな状態ですね。普通はこっちなんですけど、こんなになっちゃってます。お水が全然足らないのと、あと高温障害が出てるやつはこの辺ですね。この辺は寒さというよりは50度ぐらいになってムレムレでやられちゃったアテナータですね。はい、ということで、今一番状態が悪いアガベを見ていただいたんですけれども、冬で水があげれなかったというのと、急にですね、2月に暑い日がちょっと続いたりして、その時に高温障害が出てしまったので、3月に入って、ビニールしていたんですけれども、それを剥がして、ただあんまりにも脇開けたりとかドア開けたりして風通しを良くしていると、今日なんかは、霜が降りたりしているので、逆にまた寒さにやられてしまうっていう時もあるので、その辺だけちょっと注意して今は管理しているという状態ですね。やはり2月の後半から4月に入るぐらいまでですね、この時期ちょっといろいろ調整が必要な時期ですね。やっぱり、サーキュレーターを回しといてあげたりとか、そういったことをしないと、急に温度が上がった時に熱気がこもりすぎてアガベが傷んでしまうっていうことですね。ただ温度が高くなる日があるからといって、開けっぱなしにして風通しよくしておいたりすると、
逆に寒さに弱いやつは冷害を起こしてしまったりすることがあるので、やはり2月の末から4月入るぐらいまでですね、ちょっと注意が必要ということで、この時期ちょっと管理が難しいと思うんですが、皆さんもこまめに風を通したりとか寒さ対策もまだしっかり行ってください。ということで今回はアガベのこのちょっと春前の難しい時期のお話でした。この動画がいいと思っていただいた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アディオスコバミゴー。